毎日新聞記者、脅迫的取材で出禁に。自民党の和田政宗議員が8日にツイッターにて、毎日新聞のある記者から、脅迫的な取材を受けたとして、毎日新聞を出禁にすると明らかにいたしました。こちら、武蔵野市の外国人住民投票条例案に関連して、毎日新聞の記者が、必要に和田議員を追いかけ回したようでございますが、現状この、 条例案に関連した騒動が続発してしまっており、改めて条例案に問題があることが明らかになってきておりますので、武蔵野市には、まずこの条例案の内容について、武蔵野市にお住まいの国民の皆様、有権者の皆様に対して、しっかりと時間をかけて内容を説明していただき、本当にこのような条例案が必要なのか、改めて、 国民の皆様に意見を確認していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。